昭和21年の南海地震で大津波に襲われ多くの犠牲者を出した海陽町浅川。ここをはじめ県南地域では南海トラフ巨大地震による甚大な被害が予想されています。12月6日マゼの丘を中心に住民の防災意識の向上と防災関係機関の連携強化を目的に南部県域防災訓練が行われました。訓練は紀伊半島沖を震源とするマグニチュード 9.0 の地震が発生したとの想定で開始されました。訓練には61の防災関係機関などからおよそ650人が参加しました。宍喰中学校や海部高校、徳島文理大学の学生も参加し高台へ避難しました。赤十字奉仕団と自衛隊による炊き出し訓練です。この日は500人分の豚丼を用意しました。また地元企業からカレー500人分が提供されました。災害時の人命救助で大きな力を発揮するのがヘリコプターです。野球のグラウンドを海に見立てて海上の孤立者を救助する訓練です。今度はヘリコプターからレンジャー部隊が降下しました。素早く降下し倒壊した家屋に閉じ込められた住民を救助に向かいます。どの訓練も本番さながら参加者は真剣に取り組んでいました。海南病院では医療救護訓練が行われました。患者の容態によって治療の優先順位を決めて色分けするトリアージの訓練です。呼吸30、はい、はい、赤です。赤です、赤トリアージ、はい、次から次へと運ばれてくる患者たちを医師や看護師が診断し速やかに治療室に誘導します。訓練とはいえ病院は緊張した空気に包まれていました。特にこの地は地震だけじゃなく、南海トラフから起因する地震とともに大津波がやってまいります。過去にも浅川の地区では大きな災害がございました。まあ、そういった教訓を踏まえてですね、県民の方々が自分の命をまず自分の力で守るんだと、いわゆる自助、この大切さを認識していただきたいと思っております。自然災害はいつどこで起こるか誰にも分かりません。訓練を重ねることで助かる命が必ずあります。大切な命を守るためあなた自身にできることは何か見直してみませんか。